こんにちは。セールスフォースジャパンテクニカルサポートの米山です。今回の動画はメールスレッド化動作についてです。今後適用されるメールスレッド動作の概要、有効化の方法などをご案内します。まず本日のゴールです。今回の動画を通してライトニングスレッディングが適用されると何が変わるのか、そのイメージをつかんでいただき、リリース適用までの準備ができるようになります。今回ご説明するメールスレッドとは、送受信されるメールを関連するケースにマッチングさせ、そのメールをケースフィード上に表示するための機能です。今までは組織 ID とケース ID を含むリファレンス ID を件名や本文に付与し、それをもとにメールを関連するケースに紐付けていました。誤送信をしてしまった場合など、その組織固有の情報が関係のない人に知られてしまう危険性がありました。今後はこのスライドにあるようにメールのヘッダー情報をもとにケースへ紐付けを行います。それでは実際にメールトゥーケースのスレッド化動作をお見せいたします。メールトゥーケース自体の設定につきましては、本動画の概要欄にあるリンクからご確認ください。メールトゥーケースの設定が完了したら、用意したテスト用の顧客に対しケースレコードからメールを送信します。まずは必要な情報をレコードに登録し保存をします。ケースレコードが作成されました。メールタブからテストカスタマーに対しメールを送信します。送信をクリックしメールを送信します。次に送信したメールを確認します。ケースレコードから送信したメールがメールボックスに届いていることが確認できます。先ほどのスライドでもお見せしたように、この時のヘッダー情報にはメッセージ ID に AAA のように1位の値が記録されています。続けて受信したメールに対して返信してみます。先ほどメールを送信したケースレコードと同じレコードにメールが紐づいていることが確認できます。この時のヘッダー情報にはメッセージ ID に BBB、 インリプライトゥーにはどのメールに対する返信か記録されるため AAA、 リファレンスにはこれまで関連したメールのメッセージ ID が記録されるため AAA と記録されます。さらにケースレコードから受信したメールに対して返信してみます。メールを確認します。ケースレコードから送信したメールがスレッド化されていることを確認できます。この時のヘッダー情報にはメッセージ ID に CCC、 インリプライトゥーに BBB、 リファレンスに AAA と BBB が記録され、ヘッダー情報よりどのケースのメールか判断しスレッド化されていきます。トークン化されたスレッド ID の動作についてお見せします。まず組織の設定画面に遷移し、クイック検索からメールトゥーケースと入力しクリックしてください。メール件名にスレッド ID を挿入、メール本文にスレッド ID を挿入となっている場合、リリース更新を適用してください。メール件名にメールスレッドトークンを挿入、メール本文にメールスレッドトークンを挿入を利用する場合の動作について以前とどう変わったのかお見せいたします。まず以前の動作です。組織 ID とケース ID を含むリファレンス ID を件名や本文に付与し、それをもとにメールを関連するケースに紐付けていました。これでは誤った宛先に送信した場合に組織固有の情報が公開される危険性があります。次に今回より利用できるトークンでの動作です。すべてのメールの件名と本文にトークン化された ID が挿入されます。 Salesforce のセキュリティに適合する方法で生成されたトークンはヘッダー情報とともにメールトゥーケースでメールを適切なケースに紐付けることができます。オプションとしてトークン化されたスレッド ID を本文や件名に挿入することができます。ヘッダー情報の書き換えや一部メールソフトの設定によってはヘッダー情報が削除される場合があり、スレッド化が意図した通り動作しないことがございます。そのためトークン化されたスレッド ID を挿入することで
ヘッダー情報だけでなく、件名や本文内のトークン化されたスレッド ID をもとに正しいケースに紐付けることができます。最後にまとめです。新しいスレッド化動作では、メールのヘッダー情報、トークン化されたスレッド ID により既存ケースにメールが紐付けされます。まずはサンドボックスで動作をお試しください。またさらに詳細な設定手順については本動画の概要欄にあるリンクからご確認ください。以上、メールスレッド化動作についてのご案内でした。本動画が皆様のお役に立てましたら幸いです。それでは次回もお楽しみに。